ちらからご登場いただきます。松田選手お願いいたします。まさかのね、ちょっとびっくりして、ね、今回これ皆さん何見てこられたんですか、ね、松田選手の SNS で知ったよって方、はい、あすごいな、やっぱ発信力ありますね、はい、あすいません、入ってませんでした、はい、大丈夫ですか、大丈夫です、はい、日産プリンスミエの YouTube 並びに SNS で見てきたよって方、ちょっと待ってください。こんな感じであの進めていきたいと思いますので、はい、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの皆さんお気づきだと思うんですけど、そんなに堅苦しい感じではないので、あのちょっとこう、ね、はい、せっかくの三重県なので、うん、あののどかな感じでいきたいなと思うんですが、そうですね、はい、まあ、僕あのでここ四日市ですけども、僕はあの桑名市なんで、まあ、ここから多分車でどうだろう20分ぐらいですかね、混んでなければね、はい、20分ぐらいですね、まあ、そのあたりでたまにね、あのまだ若い頃なんかは僕はあのそこの四日市港でね、あのなんかいろいろ暴走するって感じですけど結構いましたよね。そうですね、はい、ちなみに三重県の方が大半ですかね。三重県の人、三重県の人、あ嬉しいな。県外から来たよって方、結構いらっしゃるんですね。で、あの、まあ、せっかくね、その県外の方、はい、今日ちょっとね、質問を考えて、はいはい、あの、まあ、せっかく、まあ、三重県のね、松田選手なので、うん、こう三重県でね、その四日市港はちょっとあのやんちゃな方が多いので、あの三重県に来たら、ここのドライブスポット、はいはい、ぜひおすすめだよっていう場所があればね、三重県内以外の方にも、そうですね、まあ、僕昔山は攻めてないですけど、はい、あの鈴鹿スカイラインなんかはね、あのよく行きますよね。あの車でもいいんですし、あと何ですかね、僕自転車っていうかね、ロードバイクもやるんですけど、ロードバイクであの鈴鹿の峠上がるともう結構心拍数やばいですね。それはトレーニングの一環、トレーニングの一環です、はい、かなり大変、鈴鹿スカイライン。ちなみに、ね、伊勢志摩スカイラインというのもあるんですけど、ありますね、はい、あのちょっと前までね、日産が e パワーロードっていう名前でやって、うん、もうちょっと終わっちゃったんですけど、あ終わっちゃったんですか早いですね、はい、あちらに行かれたりとか、あそこもいい場所ですね、はい、僕ね実はね、あの三重テレビであのジョージアの缶コーヒーの宣伝に出たことあるんですよ。見たことある方、あ何人かいるんですね。はい、あれであのコーヒー飲みながら、あのあそこの伊勢志摩であのなんだかな、 Z のオープンに乗りながら撮ったことありますね、確か。時間ですか。あ、大丈夫ですか。はい、なんか変なこと言いました。あの大丈夫ですか。マイクが遠い、気をつけます。はい、ということでね、あのぜひじゃあ三重県内以外の方でも、多分行ったことのない方もそうですね、まあ、スカイラインというね名前がね、名前がね、はい、僕大好きなんでね、スカイラインね、はい、最近あのスカイラインニスモまで購入しちゃいましたんで、はい、ちなみにね今日も置いてありますから、ね、はい、オーテックの33のね、GTR の33をなんか購入しちゃいまして、はい、オートサロンに展示までなんか頼まれまして、そうですね、もう来月、来月ですよ、はい、あの松田選手のブログとか SNS チェックしてる方だと最近よく出てきますよね、 R33 がね、はい、R33 のヘッドライトみんな困ってますよねって乗ってる人いるからもしかしたらいらっしゃるかも、あの YouTube でもね今日配信してるので、はい、R33 乗ってる方用に、そうです、はい、ヘッドライトまでね、ちょっと僕 の、 あのスポンサーでもあるベレーノさんっていうね、はいはい、そのホグライトとかいろいろライト LED のライト作ってる方なんですけども、あの僕がどうしてもね、もうヘッドライトも今高いしっていうことを言って、まあいろいろディーラーさんのねお話も聞いたときに、やっぱりじゃあライト作ろうよっていう話で、ライト作ろうよ、はい、そんな軽い軽いノリで始まったんですけどそれで作っちゃったんですよ、はい、それが、来月の東京オートサロンで、そうです、松田選手の車も、はい、一緒に、一緒にとかも一緒です。僕の車の赤の33の GTR と、はい、今日乗ってきたオーテックのフォードアの33を展示して、はい、でなおかつ僕のパーカーが最近できたんですよ。
SNS 知ってます、はい、あ、嬉しいですね。そちらの販売も、そちらの販売もオートサロン限定にするかちょっと今迷ってるんですけど、いいですかね、オートサロン来てくれますか皆さん。あれあれなんかちょっと遠いね。あのなんで今日はね、今日はちょっと持ってきてないので、今日はぜひあのそちらに日産グッズの購入をねしていただけると。そうですね、あのディスモグッズをね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。なので、ちょっと話それましたけど、三重県に来たらぜひ鈴鹿スカイライン、ぜひお越しいただいて、伊勢島スカイラインもね、そうです、行ってもらって、これもね、すみません、ちょっと宣伝になっちゃうんですけど、はいはい、あの弊社の YouTube チャンネルで、伊勢島スカイラインの方は e パワーロードで撮影に行ってますので、あの山頂に登っていただくとすごい景色いいんですよ。いや、いいですね。それからちょっとこう見ていただくと、あの私の実家見えますので、ぜひ探していただいて、はい、どんな形してるか多分皆さん知らないで、はい、で見つけたよって方には後でプレゼントあの渡しますので、ぜひドライブに。どんなあの e パワーでもらえるんですか、e パワーセレナもらえるんですか。注文書渡します。サインして返してくださいっていうね、こんな感じでやってますけど、はい、皆さんついてこれてますか、大丈夫ですかね。とね、あとぜひね、その僕ちょっと聞きたくて、はい、まあ、せっかく、まあ、三重県地元トークということでね、今日はいろいろレースのお話聞きたい方もいらっしゃるかと思うんですけど、ちょっとお待ちいただいて。僕ね、食べるの好きなんですよ。食べると好きですね。あの最近ちょっと僕レース終わってちょいちょいあのね、あの忘年会シーズンで、はい、ちょっと1キロぐらい太っちゃったんですけど、はい、まだ痩せないといけないんですけどね。この三重県に帰ってきたら、はい、絶対ここに行くよとか、ここのこれが好きっていうのはありますか。ここがこれが好きですか。意外とね、僕ね、あの松坂牛とか大好きなんですけど、はい、あんまり意外じゃないですよね。意外じゃないですね。めちゃくちゃ食べてそうですけど。いや、食べてそうに見えるじゃないですか。でもね、好きなの実は鶏焼肉が好きなんです。鶏焼肉うまいですよね。三重県の方やったら最近ね、 B1 グルメでもね、そう、優勝したんですよ。で、なんかね、初め行った時松坂にね、はい、あって、だから松坂牛じゃなくて、松坂の人はね、松坂牛なんか食わないよ、鶏焼肉だよとか言って、ね、初めて連れてかれて行ったらめっちゃ美味しくて、最近鈴鹿にもできたんですよね。そうですね、鈴鹿にもお店、四日市とかでもね、最近結構三重県中に広がってきてるので、三重県の方やったら鶏焼き知ってますよね。あ、知ってますね。県外の方で、まあ、知ってね、焼き鳥っていうと串に刺さったイメージですけど、三重県の鶏焼きはこう網の上で焼くですね、味噌だれでね。そう、すみません、これあのディーラーのね、そうそうですね、なんで鶏焼き肉なんですか。三重県の、ね、話を結構、はい、こちらに書いてこられたら、はい、鶏焼き肉行きますし、あとはどうですかね、あの僕 あの実家というか桑名の方にはね、最近ね、あのなんて味金っていうラーメン屋があって、あのなんかね、スタミナラーメンだったかな、何だったかな、あ、ベトコンラーメンや、名前忘れた、ベトコンラーメンが結構行ったりとか、あと何だったっけ、花火、はいはいはい、あの有名ですよね、台湾まぜそばとかね、なんか太るもんばっか食べてますね。やっぱりこうね、三重県のね、美味しいものを、はい、まあ、もちろんね、三重県には鈴鹿サーキットもありますし、うん、ね、あの県外から来られるとか、レースでもし行かれた際はぜひ。あとね、あのね、食べるって言ったら、まあ、あのまあさっきちょっとね、あの食事系だったんですけど、はい、スイーツで言ったら安長餅とかね、はいはいはい、はい、でもあのね、長餅とかでも2つぐらいメーカーがあって、はい、桑名駅の近くにある、はい、あのや、あ、長餅がめちゃくちゃうまいです、焼きたてで。そっちの方が、そっちの方が美味しいって言っちゃったら怒られるかな。ぜひあの買うときはそちらでぜひね、で買ってもらってもいいかなと思います、はいはい。でね、そのちょっとちらっとお話出ましたけど、うんうん、あのこれ YouTube でね、あのぜひあのうちのチャンネル見ていただきたいんですけど、はい、僕はあのもともと一般社員なわけですよ、はい、別に YouTuber として会社でね働いてないので、ちょっと、はい、ちょっと僕も、ね、太ってたんですよ、やっぱり。あ、そうですか。太ってて、嫁からですね、はい、あんた少しは、ちょっとあの人様の前に曲がりなりにも出る仕事やから、はい、痩せろと。なるほど。言って12キロ減量したんですよ。すごいですね。で、そのうちの YouTube チャンネル、去年の最初の方から見ていただくと、痩せていく過程が分かると思うんですけど。へえ。いや、でも大丈夫です。僕もね、実はね、めっちゃ太ってたんで。いつ頃？2014年のね、多分皆さん知ってるかもしれないんですけど、僕こっから10キロ太ってたんですよ。僕も同じぐらい。そう、あのレーサーの方って、はい、
こう例えば今日もねちょっとあの展示車両レース車両ね皆さんあると思うんですけど、中もね今日せっかくなんで見れるので見ていただくとね、あの説明をねこう、はい、01のね、はい、社長がやっていただくご説明していただけるんですけど、まあ、はい、すごい細部にこうカーボンちょっとでも軽くしようとするじゃないですか。はい、でも増田選手が10キロ以上太っていると、はい、全て無駄になりません。無駄になります。だからね、もうあの時ね、僕はロニー選手と一緒に組んでたじゃないですか。はい、僕が太ってたからベルトが2つあったんです。腰ベルトがサイズが違う、サイズが違うんだけど、でもあのメカニックが間違うからもう痩せてくれって言われてから頑張って痩せて、で10キロ、その時で10キロ痩せて、多分最終戦の 2個前ぐらいにロニー選手と同じベルトになったんです。結構頑張りましたよ。やっぱりこう例えば10キロ違うとスピードも変わってくる。いや、やっぱ変わりますよ。GT で言ったらね、ウェイトハンディ性があるんで、サクセスウェイトを勝手に10キロ持ってきました、ね、持ってきてましたよ。いやだからね、あの今ね、あの3号車に高星選手とか、ね、千代選手とか、あと、ね、24号車大輝選手とかいるじゃないですか。みんな華奢なんですよ。そうですね、皆さんシュッと。で僕なんかもうあの昔の人で、あの昔はあのパワー捨てないでしょ、はいはい、フォーミュラー持ってて、であの体力もあの GT と同じ距離の300キロ走ったんですよ、はいはいはい、で首もあの鍛えなきゃ、腕も鍛えなきゃで筋肉質なんですよ。まあ食ってたっていうのもありますけど、はい、そうです。でそれで今の子ってもうパワー捨てついてるでしょ、はい、だから腕の力いらないでしょ、いるの持久力だけなんで、やっぱ体力は体力必要、持久力は必要なんですよ。だからみんな華奢でも乗れちゃうから、だから僕よりも千代選手で言ったら10キロ軽いでしょ、でどうやろう、大輝選手だったら15キロぐらい、だからみんなよりも僕ウエイトハンディ積んで走ってるんですよ、勝手に持ち込みで。そうなんですよ。でロニー選手と多分6キロぐらいかな。ロニー選手もね痩せてますからね、シュッとしてますから。朝選手がね別にシュッとしてないわけじゃないっていう、ね、あの10年前かな、だから2014年の時はこっから10キロ太ってたんで80キロ近かったんで、お前レーサーかって言われましたけどね。そうですね。でもそれでも早かったら別にいいやとかって思ってたんですけど、ちょっとかっこいいこと言いましたね今ね。あ、そうですね。あの某ね、あの片岡選手はね、あの結構ね、あのおっさん体型、あ、あの YouTube もあったりしたね。全部残ってますねこれ。あ、やばいですね。いやでもね、昔ね、あの僕とあのもう一人あの松浦康介ってこう、はい、まあ、300走ってる、あので僕も太ってたんで、いつもドライバーブリーフィングの時にドライバー集まるじゃないですか。その時に今日何キロやったって言って、今日俺勝ちやなとか、多い、あの多いと勝ち。ちなみにでもそこからこう減量をね、はい、うん、とか食事制限をされる。はい、僕はね、あのちなみにこう奥様の、はい、手料理、お弁当で、あ、弁当ですか。弁当でこうひたすらこう、うん、なんかこうあの一般の会社員なんですけど。はい、うん、別に何もトレーニングしてないんですけど、はい、なんかこうダルビッシュみたいなメニューを。ダルビッシュ、そんなの調べたんですか。もう鶏肉とキャベツとか、はい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 、をひたすら食べてやってたんですけど、増田選手はこう減量はどうやって。いや僕はもう汗かきましたね。サウナ。いやいや、サウナ好きなんだけど、ね、まあまあサウナもあんまり好き得意じゃなくて、はい、もう GT でも暑いのにもうね、普通の日も暑いことを嫌やなとかって思うから。やっぱあの体化服の中はすごい暑いです、暑いです。今日も見てもらったらね分かると思うんですけど、エアコンもなければ、そうですね、内張りのあのね中も全部、その普通の車ってね、あの、まあ、熱がこもらないように、はい、まあね、断熱材とかすごいやっぱり入ってるわけじゃないですか、はいはい、だけどもう軽くしたいからそういうの一切ないから鉄板だけじゃないですか、はいはい、で配管が出てるでしょ、あのエンジンから周りに、もう熱せられるんですよ。もう大体何度ぐらいこう体感。いやもうサウナぐらいです。サウナぐらい、サウナぐらいです。でももし増田選手の気分を味わいたい方は、ぜひあのサウナに行って、レーシングスーツ着て、着てヘルメットかぶってやっていただいたら、大体ワンスティントで何分ぐらいですかね。ワンスティント大体50分とか、50分ワンセットでぜひすごい体力ですよね。いやいや、もうすごかったです。昔はそのやっぱり今の GT カーってあのマフラーがね直列四気筒のエンジンなんで、あの僕ら左側に座ってる右側にあのマフラーが出てるんでまだいいんですけど、昔 V8 の頃はあの足の
まあ、ペダルとかあるじゃないですか、はい、ペダルの真ん前にあの配管が通ってたんですよ。そこを通すしかないないっていう、嫌がらせではなくて、嫌がらせじゃなくてもそこしかないですそこしかないんですよ、でそれを昔はあの鈴鹿1000キロありましたよね、はいはい、ありましたよね、1000キロ2人で走ってたんですよ、500キロずつ、単純にね、単純に言うと、でそれを大体どうだろう、1時間ぐらいこう分けて走るわけじゃないですか、はい、もうめちゃくちゃ暑くて最後足の裏水ぶくれになるんですよ、もうここがもうパンパンに腫れて、もうね、分かりますよね、あの腫れてる、どうしよう、針刺して水どこうかなみたいな、ライターでちょっと張り上げてそうどうしようかなっていうぐらい、もう水もうほんとやけどですよ。レース終わった後ってやっぱ体重も減っちゃう、減ります、どれぐらい減るんですか体重は。大体どれぐらいだろう、3、4キロ減ります一レースで、一レースで、でその夜に戻す、そうです、もう水飲んだりっていうかね、あの人間の体はあの大体水分じゃないですか、はい、だから水分で大体こう終わるともう水がぶ飲みするんで、初め降りた後はあの大体3、4キロ減ってるんですけど、水で大体まあ2キロぐらいまた太るんで、だからまあ実質で言ったら1キロぐらいじゃないですかね、体脂肪の燃焼とかその辺考えるとね、すごいですね、でもそう考えると、いやだからもうほんとね、暑いのなんのっていうかね、みんなサウナ入ってこうこうなんか想像できないかもしれないですけど、はい、できないですね、もうほんと今年の夏はほんと暑かったです、今年はね、今年の夏はでもねちょっとこういろいろねありましたね、ありましたね、ありましたね、僕ねもうレースよりちょっと大変なことがねこうありましたね、はい、もうこんなねあの笑ってあのトークショーできるかなって思うぐらいね、そうですね、本当に大丈夫かなって思うぐらいね、いろいろありましたけどね、こうやってね年末に向けてね増田選手の笑顔が見れるっていうことで良かったですけど、はい、ね、うまいこと言ってないですよ、はい、うまいこと言ってないですか、はい、ちなみにあの現場レース見てたよって方、あーやっぱいらっしゃるんですね、はい、多分全員生きた心地してないですから、そうですよね、はい、生きた心地してないですよね、こっちもね、はい、ここでね大変でしたけど、でもねあのそれこそこの近くの四日市中央病院でしたっけ、はい、あの医療センターまで運ばれて、はい、でその後ねあのまあ復帰 したいっていうのがあったんで、鈴鹿の海生病院でね、あの、まあ、トレーニングジムがあるから、はい、そこでじゃあちょっと手術してね、あの復帰に向けて頑張ろうって、まあ、2ヶ月間レースが空いたから良かったんですけど、はい、ほぼ1ヶ月半ですよね、リハビリとトレーニングともいろいろやって、ね、まだでもねこう見せるとこれまだパーツが刺さった跡とかここを塗ったりとかして、でここなんかもまだ触るとあんまり感覚ないんですよ、まあ、あの多分それバーンって当たって多分ちょっとまだ神経がねちょっとうまくいってないっていうのもあるんですけど、まあ、まあまあでもだいぶ良くなってきました、はい、皆さんはねぜひ安全運転で、そうです、はい、はい、お願いいたします。ダメですよ、僕みたいに空飛んだらね後ろからね、後ろからね、いやでもね、あれなんでジャンプしたか分かります、分かんないですよね、あの普通の車スピンしたらねジャンプすることないんですけど、ないですね、僕らの車ってこう走るためにこう押さえてるじゃないですか、ウィングつけたりとか、はい、であのまあ、エアロパーツがついて、はい、僕の場合はバーンって当たって後ろを向いたんですよ、そうですね、後ろからで後ろを向いた瞬間に、はい、アップフォースって言って飛行機と同じ原理が逆になるんですよ、だからそこで急に離陸したんですよ、ダウンフォースから解き放たれてそう逆に離陸しちゃったんですよ、だからなんで浮くのみたいな感じだったんですよ、僕からすると、だからそういうそれぐらいあの前からは抑えるけど後ろ向いた瞬間に飛行機と同じです、浮いちゃうんです、離陸したんですよ、離陸しちゃいました、初の、はい、もうセントリアまで行っちゃうかと思いましたけど笑えますけど、ね、笑えますけどね、今ならねあの網があったんでねそこまでいかなかったんですけど、はい、でね今日あとね今日、まあ、そのレースね好きな方と、はい、あと、うん、まあお子様も多いんですけど、はい、ちょっとねあのこう僕らはこうなんていうんですかね、こう、はい、いろいろ好きになるね、こう影響を受けるものってあるじゃないですか、はい、何かのきっかけに、うん、まあ音楽が好きでこの、はい、どのバンドが好きでとかあると思うんですけど、そのレーサーになるにあたって、はい、こう僕も結構漫画好きなんですよ、漫画好きですね、漫画好きですか、漫画大好き、漫画大好きっていうかまあ読むことは最近ないですけど昔読んでましたね、そのレーサーにこうなるきっかけになった一つで漫画とかっていうのはやっぱ影響あったりするんですか、ありましたね、
レーサーって言ったらどうだろう、昔で言ったらもうこれ知ってるかな、サイバーフォービラーとか知ってる人います？あ、知ってる。知ってるの、知ってるんだ、すごい、知らない。すごいな、僕らの時代サイバーフォービラーって、ね、サイバーフォービラー、はい、ちょっと聞いた、お父さんが知ってる、聞いた、あ、お父さんが知ってる、あ、多分世代一緒なんですね、お父さんもね。もう年分かりましたもん。これをね、質問を考えた時に僕らのね、はい、中ではやっぱりこう有名どころのね、はい、こうなんかなんちゃら D とかね、あ、イニシャル D とかね、はい、イニシャル D とかね、はい、イニシャル D とかももう見てましたけど、でもね、なんかね、あのサイバーフォーミュラはね、結構レースにすごい近い、ちょっと未来チックなあの番組やったんですけど、なんかそれ見て、あ、レーサーってかっこいいなとかって思ったりとかして影響を受けました。そのお子様もお父様の影響でもしかしたらサイバーフォーミュラ見たらもうレーサーになりたい、松田選手みたいになりたいと思いますよね。なれない、なれない、なれないですか。わかんないですからね。わかんないですよ、あの夢は大きく持った方がいいですからね。で、今日ちょっとね、質問が来ておりまして、はいはい、弊社のちょっと社長から、うん、社長ですか、社長から質問が来てまして、はい、ちょっとどうしたらレーサーになれるのかっていうすごいシンプルな質問なんですけど、あのぜひ ね、もしかしたらレーサーね、この中でも先ほどは整備士の、あ、ね、こう、そうですね、車が好きでこう車を触りたいとかもあるかと思いますし、うん、もしかしたらこう松田選手みたいなレーサーになりたいっていう子がこの中から出てくるかもしれないので、はいはい、それで言うとレーサーになりたいってこと、あ、どうしたらなれるかってことですか。なり方がね、そうですね、まあでもまあ、まずはカートですよね。レーシングカートをやることから始まるんですけど、はい、でそこでやっぱりある程度結果を残してれば、はい、あの上がっていけると思うんですよ。で最近は僕もあの日産の前で言うのがあれなんですけど、はい、ホンダのスクールに入ってたんですよね。あの鈴鹿でやってたあの SRF っていう SRSF、 ホンダさんのね、ホンダさんのね。そう、まあ、今三重県なんでね、はいはい、まあ、だから鈴鹿で その、まあ、スクールに入って、で、まあ、それがね、あの結構まあやっぱり高いんですよね。高かったんです、結構。で、まあ、大学4年行くのと大体同じぐらいの金額が1年でかかるんで、1年です。でもそれをだから、まあ、僕は勝負して、ここでダメなら僕はレーサー諦めるっていうね。だからある程度最近で言ったらもうカートで結果が出ないんだったらまあ諦めるとか、まあ例えば車に携わる仕事だったらメカニックだったり、だから僕もレーサーダメだったらひょっとしたらメカニックチャレンジ行ってたかもしれない。違う方からの参戦をしてたかもしれない。だからやっぱレースは好きで車が好きであのレーサーになりたいって思って、でもやっぱり全員が全員なれるわけでもないんで、その中で生き残ってやっていかなきゃいけないんだけど、でもいざレーサーになると毎年交渉じゃないですか、はいはい、もう大変ですよ本当。なったはいいけどね、本当もこの時期あの、ね、交渉して、ね、はい、あの来年の年俸とかね、もう下世話な話ですけど、であのスポンサーの方にね、はい、頭下げて来年もお願いしますっていうね、あのもうそういうのしないといけないですし、まあでもね、そういう活動で毎年、まあ、僕18からまあプロの世界入って、ね、もう何年ですか、25年、今年おいくつ？僕40だから 4になりましたね。4になりました、はい、半分ぐらい、半分以上がもうそうか、レーサーとしてやっていきましたからね、はい、だから大変ですよ本当に。貯めといてください、はい、カートやってね、カートでちょっとこいつ目があるなと思ったらね、だけど挫折してあもう無理やなと思ったらきっぱり諦めるのも大事だと思います、はい、ですってお母様。もしかしたらね、でも、まあ、今日ね本当にこう、ね、お子様もいらっしゃるのでまずはカートから。そうです、そうです、はい、でもね、あのレースのね、その携わり方って、例えばドライバーだけじゃなくて最近ってすごいですよ、エンジニアとか、はいはいはい、もうデータのエンジニア、例えばパソコンの、例えば今でさっき言ったあのダウンホースの出方だったり、はい、足のストロークのセンサーとかついてて、それを全部こう計算でデータでまとめて、それをエンジニアが、ね、こう車を作っていく中であの車を速くしていくんですけど、そういう人たちの人でも今足りてないんですよ。
だからそういうところから入っていく人もいます。だから学生フォーミュラーとかあるんですけど、はいはいはい、あの学生、まあ、大学でそういう自動車学科に入ってそういうことを勉強してレースの世界に入ってその車を作る人たちにもなるとかね、そういうのもあります。こう、ね、まあ、多分今日来られてる方は皆さん多分車好きだと思うのでね、はい、いろんな携わり方が、ね、見るもよし、うん、そうです、乗るもよし、乗るもよし、あとね、まあ、うち日産プリンス民営販売ですのでね、はい、買うもよし、買うもよしです、はい、はい、今日いっぱいあれじゃない、売らないといけないじゃないですか。そうです、あの今日日産車乗って来られてる方はちなみにあれ意外と少ないですね日産車以外乗ってるよって方、あ、上げにくいですよねいやでもね、あれじゃないですか、今日もいっぱいあの交渉しないといけないですね。そうですね、あの、はい、やっぱね、こう松田選手好きでね、うん、こうどうです、おすすめの車は今買うならこれっていう、僕が言うとね、ちょっとやらしくてね現実味がね、すごい、いや僕が言うともう GTR か Z になるじゃないですか違うからいやでもね、そうしましょう、いやでもねそれ以外でも実際って意外とね、あの最近で言ったらね、あのオーラニスモだったり、はいはい、セレナニスモ結構ね、あのよくできてます。特に e パワーは本当にあのよくて、最近ね、あの電気自動車もアリアが出てきて、はいはい、すごくあの僕どっちかというとあの日産のリーフ RC って分かりますよね、あのちょっと GT カーみたいな格好した電気自動車、リーフの形にしてるんですけど、あれの開発とかもやってたんですけど、実はね、まあ、ここだけの話、 GTR とほぼ変わらないぐらいのタイムで走れちゃうんですよ、電気自動車。あの僕 EVSV、 EV のスーパーバイザーなんですけど、はい、まあ、電気自動車を広める仕事っていうのをしてるんですけど、うん、まあ、その加速性能だったり、うん、またね、その、まあ、もちろんこの電気自動車が全てではないです、もちろんね、こう、うん、どっかのね、もう今会長の方ですかね、はい、早くてうるさくてね、こうガソリン臭い車が好きな人もいますわかるわかるんですよ、はい、ただやっぱりその皆さん多分電気自動車乗ったことあるよって方はどれぐらいいらっしゃいますかね。あ、多分ね、乗ったことのない方の方が多いんですよ、多いよね、うん、ぜひね、この機会に、まあ、今日三重県の方多いんで、プリンス三重、三重県中21店舗あるので、試乗だけでもね、ぜひ乗っていただくと、うん、そうですね、このレースカーとは違う、またそのうるさい、速いではないんですけど、静かで速い車っていうのがね、ありますね、乗れますのでね、そうですね、そのリーフニスモ、そう、あのニスモリーフ RC ですね、あ、そうですね、ニスモは、はい、リーフ RC ですけど、あれ01から02って2つあるんですけど、はいはい、01はあのリーフのエンジン、あ、エンジンっていうか、あれモーターですね、ごめんなさい、エンジンじゃないですね、エンジンついたらえらいことですね、エンジンついたら、ね、はい、モーターをあのそのままバッテリーもそのまんまあの後ろに積んだんです。だからガソリンタンクのところにバッテリー積んで、その後ろにモーターとインバーターがあるんで、まあ言うたら RR ですよね、RR ですね、はい、で、あの02は実はそれを前と後ろに通しろ2つ積んであるんですね。そうですかね、だから4駆なんですよね。だからもう初め走った時になんだこのスピードはみたいなぐらいトルクと、もうでもね、まあオフレコの話、あの初め制御を間違えて、あの後ろは前行こうとして、前はバックしようとしてあれあれなんかグググ言って走らないんですけど行かへんとか言って、電気なんでね、そう、そしたら、あ、ごめんなさい制御間違えてましたとか言って、それあれですね、僕がちっちゃい時ミニ四駆作って走らせようと思って置いたら僕の足にぶつかったみたいな、あ、そう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 、そんな感じですねそういうね、まあちょっと事件もあったんですけど、まあでもまだ慣れてないですからね、だからそういうのを作った時にはね、あの、まあ、こういうそういうのがあったんですけど、でもいざ走ってみるとね、ものすごいパワーです。だからニスモフェスティバルでも走ってましたけども、軽く220キロ超えますからね。ちょっとね、あの市場でね220キロ出されると困るので安全運転でねぜひあの市場だけでも、いや、もうあの鈴鹿サーキットをねプリンスミエさん貸し切ってくれたらね、もう電気自動車でね、あの体験できますからねあれあれ上司の方あ、上司の方隠れちゃいましたねね、そういうことができたら、はい、あの、まあ、ちょ鈴鹿サーキットね借りれなくてもお店でも乗れますので、ぜひ皆さん今日お時間ある方、この後お時間あるよって方はぜひあの試乗もね。でもね、あれいいですよね、新型エクストレイルいいですよ、前乗ったんですけど、あの雪の上走ったんですけど、
はい、あの四駆の制御ものすごくいいです。日産の、ね、今 e フォースっていう技術が、はい、もうすぐ何万分の1秒でこう、そうです、車のねこのタイヤをこう制御してくれて、普通だったら簡単に回ってしまうのは綺麗に定常円。僕多分僕いつかなんか載せたと思うんですけど、 SNS かなんかで、はい、あのオーテックのエクストレイル綺麗にあの回ってました、はい、うちの YouTube でもねエクストレイル の、はいはい、あの試乗インプレッションっていうのをしたんですけど、うん、まあ、僕その電気自動車を一応押すお仕事なんですけど、まあ、e パワー半分電気自動車ですね。そうですね、はい、でも e フォースのエクストレイルはびっくりしましたね。いやもう本当あの制御は素晴らしいなと思います。なんでね今日先ほど多分日産車乗ってるよってこう手を挙げてる方少なかったんで、うん、ぜひあのこの後トークショーがねもうお時間大丈夫ですか。まだあとちょっ と、 あとちょっとで、はい、でその後こうじゃんけん大会をして、はい、その後サイン会、写真撮影会、写真撮影会ですね。でその後あのあちらの方でね商談したい方はしていただいて、はい、はい、であのでもね車ってあのやっぱりね乗らないと固定概念あるじゃないですか。だから僕もやっぱりエンジン好きですけど、なんかちょっと電気抵抗感あるなとかって思う方多分ねいらっしゃると思うんですけど、乗ったら何これっていう、そうですよね、ね、ほんとそういうのがね、僕もあの初め RC の01ね、テストするときにどういう感じなんだろうなとかっていうのもあって、で今あのワンペダルあるじゃないですか、はいはいはい、あのワンペダルの技術ってあの実は多分そこから来たのかどうかわかんないんですけど、僕が初めてその01乗ったときに、アクセル抜いたときに車がこう止まらなかったんです。普通だとこうね、マニュアル車持ったらエンジンブレーキかかるじゃないですか、はいはいはい、だからグーンってこうなるんですけど、それがならなかったんで、これなんとかそのエンジンみたいにこうエンジンブレーキを効かせることできないのかって言ったら、あ、できます、回転ブレーキ強くすればできますとかって言って、でそれをこう調整していって、あのアクセル離してでもあのこう、まあ、僕らデンブレって言うんですけど、はい、デンブレをこうかけながらこう回れるような、そういうのもやりましたね。初めて聞きましたねその話。本当ですか。あのよくあの電気自動車乗るとこう、はい、うん、アクセル離すとこうブレーキかかるんですよね、うん、回生ブレーキ、回生ブレーキで、そうです。それをきっかけを作ったのがかもしれない、かもしれないってことで、そう初め全く止まらなかったんでこれちょっとブレーキだけで行っちゃうと、ね、ブレーキの熱結構持っちゃうし、ちょっとまずいよねって話で、であじゃあ確かに回線どこまで強くできるかなっていうのを結構いろいろやっていってうまく、でもそれで生まれたってことはないと思うんですけどね。それもね、はい、ぜひあの皆さん電気自動車も乗っていただいて体感していただきたいなと思います。はい、でねちょっとお時間が迫ってきましたので、はい、ちょっとね最後の方になってしまうんですが、うん、来年ちょっとねもう皆さん今ニスモフェスティバルも終わって来年の話を聞きたいと思うんですよ。なんかシリアスな話になってきましたね。ちょっとね答えれない部分が多いので、それはまた日産さんからの来年の発表を待っていただいて、ね、はい、まあ、ちょっと今日ねせっかくこれだけ お集まりいただいた、はい、多分全員が日産ファンだと僕は信じておりますが、はい、全員日産ファンで間違いないですよね。おすごい。ただもう皆さんぜひね来年は日産車に乗っていただいてると思いますので、その日産ファンの方に向けた、はい、でね今日ずっとね YouTube でも配信してますので、まあね遠くでここに来れなかった方もいらっしゃいますし、はい、ね、もう都合でねどうしても来れない方もいらっしゃると思うので、まあ、今日お集まりの皆様と、うん、あと、まあ、画面でね見てもらってる皆様にこう、はい、日産ファンの方にぜひ一言 LINE して、来年に向けた意気込みをね、はい、まずはそうですね、はい、まあね今シーズンに関してはね本当にまあ、24勝目をね飾ることができて、まあ本当に一昨年じゃない去年が一勝もできなくて、まあ、今年勝たないとやばいなと思って一勝してとりあえず勝率増やせたんで、まあ来シーズンは25勝ですよね。まずね、はい、25勝してでどこから乗るかはねまたいつものね体制発表会が、
多分1月なのか2月なのかちょっと僕はその中ではないんですけど、まあ、そこでね僕自身もねどこで乗るかというね発表もありますから、ぜひねそのあたりも楽しみにしていただいて、でねちょっとミシュランタイヤもね、そうですね、今シーズンでちょっといなくなっちゃうというか、ね、もうちょっと皆さん気にしてるね、もうここちゃうかあそこちゃうかみたいな ね話はあるかと思うんですけど、それも楽しみに、ね、はい、ピレイちゃうかとかね、あ違うかグッドイヤーグッドイヤーか、あーいいとこ行きますねまあまあいろいろね噂は出てますけども、タイヤメーカーもね ありますし、まあタイヤメーカー僕らもね10年ぐらいもミシュラン使ってたんで、まあどこへ乗るにしても新たなチャレンジになると思うんで、タイヤメーカーがねガラッと変わってしまうんで、だから、ね、そこにねしっかりと結果をねついていくように頑張っていきたいと思いますので、ぜひ応援また来年もよろしくお願いします。ということで今日まで拙い進行でお送りしておりますが、一旦トークショーは終わりですか。終わりで、この後皆さんお待ちかねのイベントが控えてますので、じゃんけん大会、じゃんけん大会後出しダメですよ、後出しダメでちょっとその準備をしますので、一旦トークショーはこちらで終わりで、はい、じゃんけん大会の方に移っていきたいと思います、はい、ちょっとご準備しますので、松田選手このまま、はい、このまま、はい、はい、皆さんもそのままお待ちくださいね。ちょっとあれせっかくなんで僕のカメラでいいっすか、いや自撮りでいいっす自撮りで。